こんにちは、くーたろうです。先日国営アルプス安曇野公園のイルミネーションを見に行ってきました。実はね、初めて行ってきました。で、毎年なんかこの企画が違うらしくて、今年はですね、光の森のページェント、アルクマが見せる虹のダンスパーティーということで、なんかね、ナレーションにね、劇団じゃないや長野県出身のもう中学生がいろいろナビゲートしてくれておりました。期間はですね、11月5日もう始まっております。で、来年の2023年1月9日まで開催しております。ちょうどね、この時期はクリスマスと被りますので、ぜひね、皆さん、ご家族、恋人同士、野郎同士でもきっと盛り上がると思いますので、ぜひね、興味のある方行ってみてください。最後にですね、国営アルプス安曇野公園は2カ所あります。大町松川地区と堀ヶ根穂高地区とあります。で、イルミネーションをやってる方は大町松川地区ではなくて堀ヶ根穂高地区なので、ここだけは注意して向かってください。こちらが入園料となっております。大人が450円、子ども、小中学生、幼児が無料となっております。お安くやっておりますよね。うわ、消せた。このイルミネーションがさ、水面に反射してるのがすごい。こんばんは。国営アルプス安曇野公園、アルクマが見せる虹のダンスパーティーへようこそお越しくださいました。今回ナビゲートするのは長野県出身のもう中学生です。自然に囲まれた信州にはたくさんの個性的な動物たちが住んでいるんです。早速パーティーに来ている動物たちの紹介です。あれれ、泉小太郎のお母さんじゃないですか。動物たちもほっと一安心してますね。わー、安曇野公園に虹を運んでくれましたよ。おー、ビューティフォー。
2000ぐらい取れはしない。動いてる。安曇野学校という建物の中も見物してきました。安曇野インター、豊砂駅をずっと西側に向かうと国営アルプス安曇野公園があります。模型で見ますと北アルプスの標高の高さが伺えますよね。安曇野学校ということで様々な教室があったんですけど、見てください、この昔の木造校舎を彷彿させる建物、もう雰囲気がすごいですね。学校に来てる感がねありました。そうです、イワナです。てかなんかおかしい、あれどうなってんのこれ、なんかこれ、え、これどうなってんのこれ、え、なこれ何、これ科学館じゃないよね。可愛いのか、そうか、うん、飛んだ。
あ、飛んだ。あ、飛んだ。え？こんなにさ、穏やかにさ、泳いでるのにさ、あ、こいつ上がる。上がんない。あ、飛んだ。ベルツノガエル。この水槽にですね、ミッキーマウスの顔の模様を持つ熱帯魚がいるそうですが、もうお分かりですかね。すごいなこの色合い。ここにもいる赤いの。なんかそっちとこっち違う？電気ウナギのクリスマスイルミネーションというものがあったんですけど、水槽の中にね電気ウナギがいて、電気を走っていると隣にクリスマスツリーがあるんですよ。これが点灯する仕組みになっておりました。さっきのコンボ来たんだ。ってことは寝たな。あ、起きた。国営アルプス安曇野公園のイルミネーション動画いかがだったでしょうか。イルミネーション動画と言いつつ、最後の安曇野学校の理科教室ですか、水中に生息する生物の観察、珍しい企画ものっていうのはねすごく楽しめましたね。今回はねイルミネーションを見にということで夜に来たんですけど、昼間ねまた散策するとまた違った景色が見れて楽しめるんじゃないかなと思いました。で本題のねイルミネーションなんですけど、やはりね県下最大ということもあってすごく綺麗でした。まあ長野県のねイルミネーションということで県外の方からすると小規模にね映ってしまうかもしれないですけど、私にとってはちょうどいい規模というかね、歩き疲れませんでしたし、本当適度な散歩っていういいの言い方でいいのかな、ちょっとね相変わらず語彙力がないんですけど、本当に苦痛がない回っていてねすごく気持ちのいいものでした。ご視聴ありがとうございました。興味のある方はぜひアルプス安曇野公園に行ってみてください。